ルーシーの新しいお友達。そして魔法使いはこう言いましたと。ママ、バディを散歩に連れてく時間だよ。散歩？ああ、今は無理よ。ママは忙しいの。それなら僕が行ってくるよ。私も一緒に行きたいな。本当に大丈夫？ねえねえ、私もバディを散歩させたいよ。ルーシー、犬の散歩は誰にでもできることじゃないんだぞ。ピーター、一緒にサッカーやろうよ。サッカー？ほら、ルーシーが散歩させていいぞ。本当？今日だけ特別だからな。そうだ、公園からは出ちゃダメだからな。わかった、任せといて。待ってくれ、ジョニー。行こう、バディ。バディの友達ね。すっかり仲良しになったんだね。こんにちは。犬を散歩させてる時にリードを離しちゃダメよ。はい、ごめんなさい。かっこいい。名前なんて言うんですか？触ってもいいですか？この子はパーシーっていうのよ。知らない人には警戒心が強いの。そうなんですか。どうやったら仲良くなれるんですか？それじゃあ少し離れたところから挨拶してみて。こんにちは、私はルーシーよ。いい感じね。次はパーシーが自分から行くまで知らんぷりをしてて。これでいい。ルーシーを気に入ったみたいね。本当に？強く蹴るなよな。ちゃんと止めてくれよ。うわー、かっこいい。映画に出てくる犬みたいだな。お兄ちゃん、この子はね、パーシーよ。こんにちは。うわー、毛がふわふわだし、尻尾が長いな。上に乗ってもいいですか？こらこら、勝手に触っちゃダメでしょ。え、なんで？うわー、ピーター、怒らせちゃったよ。逃げろ！ダメよ、パーシー！こらえて、助けて！あ、何かあったの？危ない！ピーター！アンバー！パーシー、落ち着いて。大丈夫よ。二人とも大丈夫？もっと気をつけるべきだったわ。ごめんね。僕たちもごめんなさい。お兄ちゃん、なんでパーシーを勝手に触ったのよ。だってかっこよかったからつい。みんな、どんなに可愛い犬に出会った時でも勝手に触るのは良くないことよ。これから犬との接し方を教えてあげるわね。知らない犬に出会った時は近づいたり触ったりしちゃダメよ。犬が驚いて襲ってくるかもしれない。犬が襲いかかってきた時は物を投げたり走って逃げるのはダメ。ゆっくりと後ろに下がり、犬と距離をとってカバンやコートで身を守りながら周りにいる人に助けを求めてね。それと犬を散歩させるときは必ずリードをつけて絶対に離さないように注意しておくこと。どう？しっかり覚えられた？うん、気をつけるよ、アンバー。変わってよ、僕が散歩させる番だろ。
くん、お兄ちゃん、犬の散歩って誰にでもできることじゃないんだよ。行こう、バディ。ルーシー、バディ、一緒に行こうよ。野生動物に会ったら、みんな、これを見て。野生動物がまた現れたの。数日前、トラッキーの柵がイノシシに壊されたの。ウィールさんは昨日、山でクマを見たそうよ。それに今朝はキャンプ場でヘビの目撃談もあった。うん、ヘビだって。みんなが野生動物に襲われないように気をつけなきゃ。そうだね、野生動物に注意って書いた看板を作ろう。じゃあ、頼んだわね。了解。じゃあ、写真を撮る準備はいい？もちろん。じゃじゃーん、最新モデルだよ。ほら、かっこいいだろ。ピーター、いい写真を撮るにはカメラの質よりスキルだよ。こんな風に、ほら、これはどうだ。じゃあ行こう。森の中ならいい写真がいっぱい撮れるはずだよ。いいね。お、待って、僕も行く。こうすれば可愛いリスの写真が撮れるぞ。お、リスさん発見。待って、うわー、鳥の赤ちゃん。ピーター様が写真を撮ってあげよう。一緒に写真撮る？いいね。チーズ。やめて、いたずらじゃないよ。わあ、青い蝶々が取れた。今日の僕ってついてるな。チャールズ。一体何があったの？写真撮るのってすごい大変。うわ、小鹿がいる。よし、今度こそかっこいい写真を撮ってやる。僕も僕も。二人とも、森の奥に行ったら危ないんだよ。よし、いいぞ、チャンスだ。ピエタ、ジョーニー、静かに。小鹿が逃げちゃうだろう。よし、いいね。うわー、ヘビだ。ピエタ、ピエタ、大丈夫？足首をひねったみたい。うわー、ヘビだー。森の中もパトロールしなきゃ。助けてー、助けてー。あ、この声は誰か助けてー。あ、アンバー。二人ともどうしたの？アンバー、ピーターがヘビに囲まれちゃったんだ。大変。このヘビめ！ダメよ！アンバー！石なんか投げたらヘビを殺すだけ。噛まれちゃうわ。本当？さあ、捕まって。ここからさよならするわよ。さあ、いいわよ。しっかり休めば大丈夫。ありがとう、アンバー。ありがとう。ピーター、ヘビに噛まれるところだったわよ。あんなとこにヘビがいるとは思わなかったよ。森は平和そうに見えるけど、危険も多いのよ。森の中は決められた道を歩いてね。道を外れると、危険な野生動物に出会うかも。危険な動物に出会ったら、石を投げたり、叫んだり、走ったりしちゃダメ。襲われる危険があるわ。そういう時は、
前を見たまま静かに後ろへ下がってね。近くの木や岩の陰に隠れましょう。いい？守れるかしら。うん、任せてよ。なんだ、ただのリスだったよ。バディ、レスキュー隊になる。はあ、夜勤が長いとすごく疲れちゃうのよね。サラ、買い物に行ってくるから、君は休んでて。おやすみ、ママ。ありがとう、みんな。バディ、お留守番よろしくね。ワンワン。これでよし。ココ、今すぐ戻ってきなさい。お、お、ココ。メアリー、どうしたの？ココがお気に入りのバレットを持って逃げ出しちゃったの。ココ降りて。メアリー、ココはまだ子猫なんだよ。辛抱強く見守らないと。それって大変そう。でも頑張る。ココ、怒っちゃってごめんね。私のバレットを返してくれない？あ、ココ。配達です。誰かいませんか？お届け物です。あら、マポスティ。やあ、サラ、注文してた本が届いたよ。あら、よかった、待ってたのよ。ありがとう、ポスティ。ん？いい子にしてて偉いわね、バディ。まだ疲れが取れない。夕食は魚にしようか。やだよ、パパが魚を焼くといつも焦げるじゃん。そうよ、パパ。今度は焦がしたりしない。スパゲッティにしようよ。そうしよう、スパゲッティとミートボール。ミートボールはこの前食べただろ。スパゲッティだって一緒に食べたじゃない。よし、やっぱり魚が良さそうだな。魚売り場に行ってみよう。パパ。もしもし、抽選に参加してみませんか？素敵なご旅行に2名様をご招待いたします。ハワイの人気観光スポットに行くには、まずアンケートに答えて、さらに今でしたら他の抽選にもご参加いただけますよ。ありがとう、ボスティ。頑張って。またね。すぐにジンに知らせなくちゃ。ジン、どうしたんだ？ロイ、ピーターの家から煙が出てる。すぐに向かってちょうだい。了解、すぐ行く。あ、ロイだわ。火事が起きたみたいだ。大丈夫かな？怪我人がいないといいが。あ、ねえパパ、煙が出てる。火事が起きてるのはうちだよ。どうしたの、バディ？火事だわ。サラ、無事かい？ロイ、バディを連れてすぐ外に逃げるんだ。わかったわ。ダッ。まだドキドキしてる。火事の原因は何だろう？みんな、これを見てくれ。私の携帯が？火事が起きないようにするにはどうするべきか考えてみよう。ペットが興味を持たないよう携帯やコードを触れないようにして。電子機器が壊れると火事が起きたり、ペットが怪我したりするよ。ペットがコードを噛むとすごく痛い思いをするんだ。携帯はペットが届かないところに置こう。出かけるときは必ずコンセントを抜いてね。キッチンにある鋭い包丁もペットには危険だよ。
それとコンロで火にかけてるものもね。ペットが近づいても電源タップの周りには入れないようにしておくといいよ。火事が起きても絶対に自分でペットを助けようとせず、必ずレスキューチームに任せるようにしてね。うん、ありがとうロイ。マディも起こしてくれてありがとう。おかげで助かったわ。まるで爆発の跡みたいだ。私のルビーが。マディ、横断中にしてはいけないこと。お、猫だ。捨てられたのか。ケビン、青になったよ、早く。わかった。置いてけない。ダグ、待ってて。ケビン、危ない。ほら、危ないぞ。ごめんなさい。最近あちこちの横断歩道で子供の事故が増えてるの。どうすればいいかしら。信号がちゃんと動いてるか、これから行って確かめるよ。よし、アンバー、一緒に行こう。横断歩道へ行って、子供たちに正しい渡り方を教えるんだ。忍法、忍び足、ニンニン。ママがご飯ですよって。うわ、わかった。それ何？なんでもない。子猫だ。すごく可愛い。ママに見つかっちゃダメだ。ケビン、スージー。わかった。今行くよ。スージー。いいかね。ごちそうさま。ごちそうさま。あら。食べて、エリザベス。エリザベスじゃないよ。うん、エリザベスよね。本当に可愛い。あら？メオ。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 どうしたの？エリザベスがいないの。あ、エリザベス？エリザベス？エリザベス？どこにいるの？きっと外へ逃げ出したんだよ。お兄ちゃん、エリザベスはどこ？エリザベス！どこ行っちゃったの、エリザベス？戻ってきて！おい、スージー、待ってよ！エリザベス！アンバー、7番通りの横断歩道を見に行ってみよう。そうね。おう、さあ、渡ろう。スージー、見つけたよ。エリザベス。さあ、どいたどいた。止まれ、スージー。危ない。危なかったよ、スージー。助けてくれてありがとう。スージー、横断歩道を渡っている時に引き返すのはものすごく危ないことよ。知らなかったの。分かったわ、二人ともしっかり聞いてね。道路をちゃんと安全に渡れる方法を教えるわ。準備はいい？うん。たくさんの車が走る道路ではものすごく気をつけなきゃいけないの。すべての車がもう動いていないことを確かめてね。青信号でも同じように確かめるのよ。道路を渡り始めたら引き返してはいけないの。車に気づいてもらえないかもしれないから。
戻らないといけないときは道路を渡り切ってから信号が変わるのを待つようにしてね。それから渡っている間は道路に落としたものを拾わないで。それにゲームをしたり本を読んだりして道路から目を離すのもダメよ。わかった。それから青信号がチカチカし始めたら渡らずに次を待とうね。わかったよポリー。静かに。二人とも一体どこ行ってたの。スージー、それ何。ほらまあ、まあ子猫じゃないの。そうね、あなたはミトンズよ。違う、エリザベスなの。ミトンズがいいわ。まあなんて可愛いのかしら。名前変えないでよ。にゃ、ムスティさんの家で工事をしたポー君が珍しいタイヤを見つけた。おお、ポー君すごいじゃないか。もっとすごいのはこれは100年前のタイヤってことだ。100年も前のタイヤ、そんなのただのゴミじゃないか。分かってないな。これはあの伝説のパトカーサンダーのタイヤかもしれないんだ。博物館に持っていくまでウィールさんが保管する。ポーク、そんなすごいことどうして教えてくれなかったんだ。大発見なんだから自慢していいんだよ。そうだよポーク、すごいよ。もう諦めなさい。庭が跡だらけじゃないか。それにお前さんが見つけたのはゴミばかり。それじゃあ最後にあそこだけ掘ってみます。あそこにすごいものがありそうだから。なに、やめなさい。あ、ムスティさん、こんなことなら掘らせるんじゃなかった。すぐにやめないと本当に怒るぞ。うちに帰りなさい。よし、じゃあ最後にあそこだけ掘ってみよう。すごいものが出たらきっと喜んでくれるさ。頼む頼む、出てこい。古い宝石でも世界で一番大きなタイヤでも何でもいいからお願い。これはゴミだ、これもゴミだ。あー、これもゴミか。本当に何にもないな。宝探しは失敗みたいだ。うわ、大変だ。どうやって出よう。全くブルナーと来たらまだいたのか。ムスティさん、助けてください。ブルナー、ムスティさん、お願い助けてください。どうしても出られないんです。全く、待ってろ、レスキューチームを呼んでくる。ブルナー、今助けるからね。ヘリー、ブルナーにベルトをつけてあげて。了解。大丈夫ブルナー、無事に出られるからね。ロイ、準備はいい？ああ、任せて。ロイ、クレーンを下げて。了解。いいよポリ、頼むぞロイ。
さあ気をつけて。うわ怖いよ。心配いらないよ、もうちょっとだからね。二人とも大丈夫？大丈夫。よし、アンバ、この木を引っ張って。了解。ロイ、もう一回やろう。了解。もう大丈夫。